イエーイ。始まり。かわいい、つらい。かわいかったらつらくないよ。かわいかったらつらくないよ。ミサコ、イエーイ。いや、そう、なんかさ、もしかして韓国だとエールライブが見れないんじゃないかと思ってツイキャスでやってるけど、ツイキャスも見れなかったらマジでつらいよ。カミール、ほんといい。いいでしょ。みさこさん、こんばんは、こんばんは。音でかいかな。というわけでね、韓国に3泊4日行ってきました。お仕事ではございますが、みさち、こんばんは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 。そう、今日はね、韓国のね、すごい、ありがとう、チャー、Thank you。ありがとう、パレット。そうで、いただいたね、お手紙はまあ読み上げることはできないんだけど、そう、お菓子とかをね、食べながらね、紹介していこうかなと思って。お肌綺麗、お肌ね、いや、あのね、綺麗なんだよね。 ちょっとね、最近思った、綺麗です。最近なんだろう、なんかもうさ、何が効いてんのかわかんないの。なんか正直、いろいろ、なんかちょっと、なんかやるかっつって、せっかくだからなんかやるかっつって、いろいろやってるから、なんか例えばだけど、なんつうんだ、なんかピーリング的なやつと、あと、わー、あ、うさたん、ありがとうございます、星の子。あー、星の子2個もありがとう。ぴょんぴょん。うさたん、ありがとう。今日うさたんにしてます。ちょっとデフォルトうさたんでいこうかなと思って。はい、そう、何が効いてるかわかんないの。それで、飲んでる、なんか、なんつうんだ、シミそばかすを薄くする、なんか、サプリとかもあるし、もう何が効いてんのかわかんないんだけど、なんかね、肌はね、調子いいです。あー、マミクロさんもありがとう。ありがとう、うさたん。ぴょん。ありがぴょん。ツイキャスというコンテンツが好きなので助かり、よかった。そうなんですよ。だから肌綺麗なんですよ。エステ。エステはやってもらってるけどね、月1ぐらいで。お茶ありがとう、パーミー。ありがとう、うさったん。あら、ミッキーもうさったん、ありがとう。そう、今ね、来てくれたミッキーのやつから、じゃあ紹介しようかな。てかね、ミッキーは知らないかもしんないんだけど、私が韓国に連れてったうさたんは、うささんね、韓国でコスメとか買った、私買えてないんですよ。なんか韓国にいる間、ちょっとなんかずっと、ちょっとね、ちょっと調子悪くてね、なんかね、お腹なんかずっと調子悪くて、韓国だからっていうわけじゃない、多分それは。ただ私が時期的にお腹の調子が悪くてね、なんかね、割と休んでしまってたんだけど。このうさたんね、辛いもの食べ過ぎ。あ、ね、辛いものはね、食べました。うっかりも食べました。あー、ありがとう、マリちゃん。そう、ミッキーがね、くれたんやで、これ。知らないかもしんないって言ったのは、ランダムで入ってたの。そう、なんかそう、シルバニアっぽい感じの、シルバニアっぽい感じのお人形なんだけど、もともとその、こういう、なんかちょっとなんつうか、ランダムのパッケージに入ってて、そんで、それで出てきた子がこの子と、もう一人いて、今回、ウサタを連れてたんだけど、この子ね。アライグマっぽい子。そう、シルバニアっぽい。韓国版シルバニア、そう、その、この子を連れて行ったんですけど、そこでね、ミッキーがくれたやつです、さっき。ありがとうございます、リュウさん。ありがとう。あ、ドラマ発表会でフロムライブバージョン叩いた。うわー、ありがとう。嬉しい、カバー。めっちゃ嬉しいです。残しておいた2000円分がスマホ買えたおかげで、ケイちゃんとかお茶僕できなくて、気持ち受け取ったよ、ありがとう。残しておいたのに、つらい。つらいね。でもあるよね、そういうのね、本当に。私もさ、全然石あったのに、なんかアプリ移行したらさ、なんかこう、ね、ゲームのやつが移行できなくてみたいな時あります。うさ。韓国の人、みさこの漫画良かった。そう、めっちゃ可愛くて、そう、すごい2人でさ、ちょっとなんかゴシックパンクなさ、赤と黒のコーデで来てくれてた女の子たちだったんだけど、2人ともめっちゃ可愛い格好で来てくれて、あとね、本当にね、頑張って日本語で、チェキ会の時話しかけてくれて、
それもすごい嬉しかったんですよ、結構な人が。そう、可愛かった、あれね、ほんと嬉しかった。そう、というわけでね、早速ね、紹介していこうかな。ちなみにね、今ね、お菓子類で、この中に全部入ってるんだけど、これも、一人のね、ファンの子がね、くれた時の袋なんだけど、なんだ、参加リクエストが来た。わかんない。ちょっと無視するね。出先で気づいたけど、音声が極小で泣いてます。私の音声極小？ちょっと待って、イヤホンないからね、もしかしたらね、あれかもしんない。あ、コラボキャスになってる。したことないんだけど、なんでなんでなんで。コラボキャスになってる。これは別に音声極小なのはコラボキャスト関係ない。お茶ありがとう。今度はティータイムのゴーマニアック。ああ、マジゴーゴーマニアック。めっちゃむずそう。てれれれてってれてれ。だから赤。承認しなきゃ多分平気。音量マックスで聞いてる。マジ申し訳ない。ちょっと音量小さめなのは多分ね、私のスマホの特性だわ。ごめんね、音量ちょっと。私が声張るわ。BGM 下げるわ。マックスにしてるから、オッケー、ありがとう。はい、ちゅうわけでね、あ、いつもより少し小さい。なるほどね。そう、これ、声が少し溺れてる。こもってんだ。こもってんだ。ちょっと試しにさ、あ、でも怖いな。ちょっとやめるわ。ちょっとなんか試しにちょっと Wi-Fi 切るか考えたんだけど、今この中にね、もらったお菓子類全部詰めてあるんですけど、これね、くれた子が、こんぐらいのバッグ、黒いバッグ持って、なんかその、プレゼントってお渡しできますかって聞いて、ほんで、できるよっていう話をして、これ出してくれようとしたのが、ほぼバッグと同じ大きさのこれで、バッグの中、ほぼ私に差し入れしようとしてるものが詰まってると思って、ほぼほぼバッグのサイズだった、これ。はい、というわけでね、お菓子が主にくださったものだったんで、今ちょっとひとまとめにしちゃってるんですけど、よいしょ、これらをね、ちょっとずつ食べていこうかなと思って。1個ね、食べきっちゃった、完全に食べきっちゃったやつがあるんだけど、それはね、あれです。ポップコーンで、甘じょっぱいポップコーンがあってね、それも美味しかったんだけど、あ、これはすぐには食べられないね。マキシム。レモンティー。レモンティーやな、これな。コーヒーミックス。モカゴールド。あ、違う？お、コーヒーか。レモンティーじゃない。レモンティーじゃない。で、レモンティーじゃないです。はい。レモンティーじゃありませんでした。あ、甘くて美味しいんだ。いい、嬉しい。色にとらわれた。ミックスコーヒー、全然。で、そういう系がもう一個あって。じゃじゃーん。一瞬騙された。これもコーヒーだね。ずっとレモンティーだと思って持って帰ってきたわ。コーヒーだ、嬉しい。こっちはブラック。こっちはブラックで、こっちが甘いのっていう感じで、ね、ありがとうございます、本当に。これもね、いただきますのでね。そうで、ちょっと気になってるものがいっぱいあって、開封っていうのはお菓子の開封配信かなっていう感じなんだけど。これ食べながらね、いこうかなって。これさ、ありがたいのがね、これとさ、あと、これ全部さ、チャックついてんの。それ美味しいよ、嬉しい。チャックついてんのよ。だからさ、開けてもどうにかなるっていうね。全部、テイスティングしてくる。あ、なんか綺麗に開けられなかった。これ何？って思って。海苔？これ。黄色いの見たことある。黄色いやつ今食べてる。美味しい。あ、落ちた。え、待って、左耳だけ？なぜ？おいしい！韓国語！うまい！うまい！
揚げてある韓国海苔、なんかお米の粉で揚げてある韓国海苔。やばい、止まらない。一口だけテイスティングしたら次行こうと思ったのに。うん、海苔の唐揚げみたいな。めっちゃね、このパッケージの通り。おいしい。明日新大久保に探しに行こう。確かに新大久保には売ってそうだよね。うん、私こういうのさ、長い期間かけて食べるやつとかさ、綺麗に開けたいんだよ。これはね、なんか多分そういう病気。ずっと食べ続けてる間にさ、ずっとここが汚いなって思っちゃう。あー、ハルポズお茶ありがとう。綺麗になりました。綺麗に開きたいのよ。もう次からはハサミでいくか。じゃ、試しに一回綺麗に開けられるかやってみよう。次これいってみる。わさびアーモンドって書いてあるから、わさびだね。わさびって韓国でもわさびなの？あ、これは、わりかし綺麗に開いたんじゃないでしょうか。わさびー。お、匂いは辛くなさそう。惑わされない方がいい。辛い。大好きだから、うん、甘い、ちょっとね、甘じょっぱい、なんかこの粉がね、わさび。 確かにわさびのかきピー美味しいよね、めっちゃ。まあ、かきピー全般美味しいけどね。 全く止まんない系。めっちゃうまい。じゃあこれ。これはね、私も確かにそのちっちゃいバージョンは食べた覚えがあるんだよね。このでかさ。あ、ダメです。汚いです。綺麗にします。ハサミどこやりましたか？りょうこさん、わさび好きなのメモした。でも、これはね、ほんとね、あれなんですけど、みさこね、あれなの。この世の食べ物の9割が好きなものなの。 あのね、で、苦手なものはマジでないんだけど、その中で1割だけ普通があるの。 普通があるの。大好きと好きがほとんどで、わさびはでも結構大好きな方かもしれないね。で、美佐子さんのキャス下からアングル、マジで漏れないって言われてる下からアングルですか？漏れないと言われている。 そう、普通なんだろうな、なんかなんだろう、固めのクッキーも、でも別に手作りクッキーとかすごい好きなんだけど、味的にほんと市販のなんか固めのクッキーとかはそんなにかな。固めの、なんて言ったらいいんだ、もうなんつうか無難なクッキー。 で、チョコチップとか入ってるとかだと、もう途端に好きに変わるんだけど、なんでもないし、固めのクッキー。 あんまないか、逆に。 あんなまないか。 そんなクッキーあんまないか。いただきます。 そう、プレーンの固めあんまないか。 うまい。うまっ。ハニーバターアーモンドってさ、もうだってさ、この名前でまずかったらさ、それはもう詐欺じゃん。やっぱさ、ハニーとバターってさ、とりあえずそれがついてたらなんか買おうかなって思うやつ、二大巨頭だと思うんだけど。バターってさ、バター入ってるやつに全部名前つけた方がいいと思う。バタースコーンとかさ。
絶対入れた方が美味しいもんね。バターイコールうまいだから。ハニーとバター。いや、そう、ほんとね。私さ、大好きなのがさ、あれ、幸せバター味のさ、ポテトチップス。あれ、めっちゃ大好きなんだよね。あれもハニーバターだよね。多分。もう、蜂蜜バター、マジあれ。ほんと天才なんだよな。まあ、でもその天才コラボレーションが今このアーモンドに起きてる。じゃあまあ、ナッツというところでなんか比較的安心できる。あのさ、そのダイエット中でもナッツって食べていいってされてるんだけど、理由は、ナッツ自体はカロリーは高いんだけど、このナッツに入ってる、あの、油って脂肪を燃焼する作用があるから、まあ、プラマイゼロっていう。バターマーマレードってバンド、群馬にいる。え、そうなんだ。うーん、ケロケロさん、お茶ありがとう。ありがとうございます。確かに下アングルかもしれない。こうやったら20枠持ってるもんね。カシューナッツ大好き。私もナッツの中でカシューナッツが一番好きかもしれない。おいしい。おいしい。あとこれね。これ。韓国のお菓子といえばこれというイメージが勝手にある。なんかこれのめっちゃでっかいやつに、下になんかちょっとスコーンっていうか、柔らかクッキー生地がついてる。始まってた 始まりました。はい。まあでも比較的始まったばっか。もうなんか、気度あえて嬉しかったです。なんか、あれ。なんかね、これ、これなんだろうね。何でできてんだろうね、韓国のお菓子。マシュマロです。来ました。来てくださってありがとうございます。チョコついてる。これチョコついてるやつ。そう、なんかこれ、そう、なんか韓国、この部分がなんか、有名じゃない？ちょっと違うのかな？あ、うさちゃんだ。 うさちゃんだ。リュウさん、ありがとう。今年、ミュージーさん関係が次々となくなってる。確かに。若すぎる方もいらっしゃって、悲しい。うまい。うん、合ってる。うん、そう、やっかっていう、なんか、ここの、黄色の部分のね、お菓子が、くっついてるチョコでした。韓国の伝統お菓子です。おいしい。韓国にかまってちゃんのライブに来るつもりありませんか？あのね、全然気持ちとしてはマジで行きたい。あ、これ、どなたか翻訳もう行く。もう、気持ちでは行きたい気持ちでしかないんだけど、頑張って。頑張ってね、今ね、あの、いけないかね、スタッフさんがね、動いてくれてます。そう、だって、その、かまってちゃんのね、イベントをね、なんか、ファンの方だけでやってくれてたりしたの。本人不在のかまってちゃんイベントをね。もう頑張ってはくれてる。ただなんかその、一度イベントで行きたいって話をしてた。だからそういうイベントが見つかれば、行けるかもしんない。韓国語翻訳。なんかさ、あのね、これだ。くれたね、この手紙の子がね、あの、パパゴっていう翻訳のね、やつ使ってるって手紙に書いてくれたんだけど、このね、パパゴね、私もめっちゃ韓国で使ってた。でも今ちょっとこの iPad にはパパゴが入ってないからね。え、YouTube で見たよね。
そう。かまってちゃうんでも韓国に行けるように頑張ってもらって これで私がね、2個目に信用してるこのサイトがあるんだけど、これはね、おじさんが話してくれるの。まず日本語から韓国語にするでしょう。これおじさんが話してくれる。激しめの 激しめのね もう一回行こうかな もう一回行こうかな
書いて、それのそれぞれの SNSX のアカウントに飛べる QR コードをつけて名刺にして配ろうっていうことをしてたのね。でその実際名刺作ってもらって配ってたんだけど韓国住んでる方がね教えてくれたんだけど、しおちゃんの名前があのソルトの方の塩になってて、で直訳しててそうチラシのハングルの名前すごかったそうチラシのハングルの名前ねひどくて、なんか結構全部なんかひどいみたいな私ねあのその韓国語ね、あのねもう全然間に合わなかったんだけど勉強してたの、行くぞってなってから、だからモモは違うって分かったの、あの M の発音のところがこういう四角いあれやね、四角い形だよね。でなんかモモが3文字になってるってスタッフさんが言ってて、でそんなわけないと思ってそんなわけない、モモだったらこれだよねって多分これですって言ってモモには気づけたんだけど、他のやつには気づけなくて、でなんか多分モモもあのピーチの方のモモになってたんじゃないかなと思うんだけど、 3文字で韓国語なんて書くの、あのモモ、そう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 、四角これね、 M でとかの、その子音と母音を組み合わせてひらがな変換にすぐできるはずなの本当だったら、なんだけどあのモモがひらがなだったらさ2文字じゃ当たり前だけど、でも3文字になってるわけないじゃんと思ってモモは多分これだと思いますつって送ったんだけど、他のやつは気づけなくって、だから私はもう頑張って一緒に手伝えばよかった頑張ってね、私もね、あのあそうそう、それだよ、それになってた、あの3文字のやつ、3文字のやつ、それなんて読むんだろうそう、なんか多分ね直訳かけたやつがねひらがな変換するやつじゃなくって、その漢語だってさ、まあ、そうだよね、なんか結構さグミさんとかもさ全部さその意味は通じるじゃん単語として、ミサコはそんなことないけど、確かまともなのがミサコだけだった、ミサコモモだけだった、ポスアーって読むけどモモですねやっぱモモだやっぱモモだったんだ、そうだからめっちゃ間違ってた、めっちゃ間違ってたんだよその配った名刺が、まあある意味覚えやすいかな、でも読み方全然違うからねそうアルファベット表記とかもねすればよかったよ、多言語使いがたくさんいるのすごいね、いやそう、でも改めてその韓国語ももちろん覚えたいんだけど、英語も改めてなんかもうちょっとなんていうか一回覚えたはずなのね、学生時代もう完全に忘れて、今ではねあの赤ちゃんに A つけたからね、 AN じゃなくてこないだ I am は赤ちゃんってツイートしたけどアイアムアンだねって言われて、確かにって思って最初が母音の単語は忘れ去ったよ、一個も覚えてなくて、英語だったらやっぱ結構通じるなって思った。であとねこれはなんかあの韓国の方すごい発音綺麗なんだけど、なぜかこっちサイドが日本語英語を喋っても通じてくれるって感じはあったの、うん、なんかバリバリの日本語英語だけどね、ベリベリグッドとかよく言ってたけどね通じてたからねだからもう日本語英語でいいから覚えて、覚えたい日本語英語でいいから覚えたいなぁと思いました、勉強しますし塩のはずがソルト、これなんだろう、グミさんかなグループ食べ物ばっかりじゃんと思った片言、そう片言英語でもなんか通じる、ちなみになんだけどあの大昔ねあのオーストラリアのケアンズに旅行に行ったことがあって、多分ちゃんとただ海外旅行っていうのはその1回だけなの、それ以外は全部仕事でしか海外には行ってないんだけど、
そのケアンズ行った時もめちゃめちゃ日本語英語、なんだったら日本語英語のが通じた。もうミルクとかもミルクみたいな。なんでかわかんないけど通じたんだよね。 でさ、多分さ、その日本語なまりの英語として通じるんじゃないのかなみたいな。私の予想ね。だってさ、そのさ、イギリスとかさ、アメリカでもさ、全然発音違うじゃん。で、その中で、日本人が使う下手な日本語として通じてはいるんじゃないかなと思って。別にさ、はるかなる高みを私は目指してるわけじゃない。みんなと、コミュニケーションが取れればいいんだ。みんなの気持ちを理解したい、みんなに私の思いを届けたいぐらいな感じだから、通じさえすればいいので、別にバカにされてもいいので、それはそれで。だからね、とりあえず日本語、英語でいいから、バイブスで、バイブス、それバイブスで意外とどうにかなんないときやった。袋はいりますかって聞かれたときに、意味はわかんのに、なんか難しくて、持ってる袋を、こうやってやりながら、ニュー、ニューって言ったりとか、なんかどうにかこうにか。あと、カード使えますかを聞きたいときいっぱいあったんだけど、基本各国では全部使えるところが多くて、そうだから、なんかちゃんと読み取れないときとかもあったんだけど、そこら辺はね、途中から慣れたけどね、そう、気持ちが伝われば OK。本当にそう。身振り手振りでね、どうにかならないのは、袋いりますかです。そう。韓国語ね、本当勉強したい、ちゃんと。なんかさ、沖縄行くよりさ、交通費安いじゃん。だからちゃんとさ、そのなんかこう、いつか改めて旅行でも行きたいなと思って、やっぱ仕事モードだと仕事モードにはなっちゃうからね。私も身振り手振りで伝えちゃう。まあね、日本人が日本人に伝えるときも、なるべくなんか身振り手振りはあった方が分かりやすい。なんかさ、マスクつけたら本当に意思の疎通できなくなったじゃん。日本人同士でもなんか、ちゃんと、なんて言ってんの？なるっていうかさ、それ多分さ、その、口の動きだと思うんだけど、結構多分視覚で感じ取ってる情報って人間多いんだろうなって思うから、その、めちゃめちゃ目悪い人とか以外には、基本的にはやっぱこう視覚でも伝えた方がいいんやろうなと思う。バンモメンバー、かまってちゃんメンバー、あ、ごめん。に、英語いける人いたら教えてもらって。あ、確かに、ね、もこさんはね、わりかし通じる方だと思う。あ、これはさっきと一緒のやつですね。これはさすがにちょっと、これを食べきってから開けようかな。で、味が違うかも。全然違いそう。バター。食べたい。ハニーバターじゃない、これまた。これ、ま、ハニーバター。ハニーバター、そう、これ、なんていうか。多分、海苔って意味だと思うんだけど、スライズチップス。言われない。なんか意味はノリなんだろうなと思うんだけど。シーウィード。シーウィードかな？シーウィードか。違う？ 美味しそう。ノリのチップス。イラストがすでに美味しそう。ちょっとこれはさすがにこれ食べた後に行こうかなと思うけど、ハニーバターわかめチップス。ハニーバター。そう、ノリノリ。のり、韓国のりだね。ハニーバターだ。美味しそう。美味しそう。これはさすがに後で食べます。で、あともう一個ね、これ。これ食べたかったの。ちなみに、お土産で自分でね、買ったやつもあるの。これなんかちっちゃいグミでいいなと思ったんだけどさ。友達にさ、こう、お土産さ、渡したいときにさ、やっぱ、その日友達とさ、なんか、することがあるじゃん。わかんないけど、例えばご飯とか、なんかお出かけとか、その時になんかこう、自分も相手もなんか、持ち運び大変なやつだと、ちょっとあれかなと思って、こんぐらいだったらさ、邪魔になんないじゃん。これお土産で人に渡そうと思ってね。今日もとても綺麗です。ああ、嬉しい。ありがとう。さあね、サインかけなくてごめんね、本当に。でも、お忙しい中来てくれて嬉しかったよ、本当に。ありがとう。いつかね、サインしに行きたい、また韓国に。そう、サイン会に参加できない子だったんでね。そう、困らせちゃって申し訳なかったです。
ありがとう。そうで、これお菓子。これ食べたかった。エリーゼっぽい感じ。ちょっとね、これのお味を見たくて。じゃじゃーん。嬉しい。あ、同じかも。あ、そうなんだ。そう、なんかさ、パッケージが似てるとかさ、似てるやつ売ってるっていうやつもさ、味の違いとか見てみたかった。あ、でも待って。これさ、あれじゃん。割れてないよ。割れてない。あ、ダメだ。失敗です。ダメです。2本いっぺんにいきます。そう、キットカットホイップ。おいしい。あ、でもちょっと味違う。チョコレートの味が違う。お菓子テロや食べたい。なんだろう、ちょっとね、フルーティー。なんだろう、オレンジピールかなんか入ってるかな。オレンジピールは入ってない。ヘーゼルナッツ？でもなんかちょっとなんか柑橘系の味もするような気がするけど、ヘーゼルナッツだ。この白も好き。なんかフルーティー。なんだろう。おいしい。ロングセラー、ヘーゼルナッツピュー。おいしい。なんだっけ、おいしい。おいしいの韓国を思い出して。思い出せない。なんか、思い出せないからググるけど。おじさんじゃないやつ。マシヌン。マシヌン。クミさんがずっとお腹が空きましたの、日本。韓国語覚えようとしてた。 マシソヨだよね。そうだよね。今マシヌンって出てきたけど、マシソヨでいいんだよね。マシソヨだ。マシソヨ。マシソヨ。 やっぱなんかさ、あれだね、やっぱさ、ドラマをさ、ドラマを見て覚えたい。私、イテウォンクラスはさ、全部見てるしさ、全部字幕で見てたんだけど、実際、見てる間はちょっと覚えてたと思う。見てる間はね。でも、見てないと忘れる。韓国ドラマを見続けようっていう話をした。そう。韓流ドラマでね、そう、覚えたいです。それあるね。不思議だよね、それ。なんだろうね、そう。そう思って今、韓ドラ見るようにしてる。ああ、そうなんだ。いいね。え、韓ドラのおすすめあったら教えてほしい。今さ、ネットフリックスを見れるようになってるからね。最終回迎えた瞬間、秒で忘れて、一瞬で。あ、俺がクイーン。え、ちょっと待って、スクショしたい。スクショ、写メ、今、その画面を写メ撮る。流れてく。あ、いや、大丈夫だ。俺がクイーンね。俺がクイーン。覚えました。覚えましたが、撮りました。ふふ。チョルインワンフ。雲が描いた月明かりも、ちょっと待って。あ、これも入ってるか、さっき喋ったところに。今月発売されるカバティちゃんの結成15周年のオールタイムベスト楽しみで、嬉しい。楽しみにしててください。なんかもう、本当もう出るの、そんな。これを見切って、朝鮮時代の言葉と現代の、かっこ変な言葉を同時 に覚えましょう。
変な言葉なんだ。 てくださるなんて無理なお願いで本当に申し訳ありません。そんなことないよ、そんなことないよ、マジで本当に。そう、チェキ会の時はね、ちょっとね、なかなかね、やっぱ基本時間が取れないからね、サインの時はサイン会みたいな感じのいつもね、開いてるんですよ。しっかりハマったので日本にもライブ遊びに行きます。嬉しい。そう、なんかね、チェキ会の時に、そう、バーモのチェキ会の時に、かまってちゃんのファンの人がすごい来てくれたんだけど、そのかまってちゃんのファンの人の多分5割ぐらい、かまってちゃんのライブを見に日本にもう1回来てる人たちだったの。だからさ、うちらもほんと会いに行ってあげたいね。ソーリー。めちゃめちゃ。タンが絡みました。 おすすめのドラマ、星から来たあなた。ちょっと待って、星から来たあなた。いやいや、星から来たあなたね。いや、愛だよ、本当に。で、そのファイナルも行きますって言ってくれた方も何人もいて、本当に嬉しかった。本当にありがとうございます。うちらも行くからね。うちらも行くからね。確定はしてないんだけど、本当に行くつもりで動いてる。そう。韓国だけじゃなくてアジア圏。ずっと行ってんだけどね。まあ、もうコロナというものがね、あったから余計になかなか。来年行けたらいいな。来年行けたらいいなってずっと言ってる。来年ね、リアルに行きたいです、本当に。韓国ドラマ、ペントハウス。あ、ペントハウスは知ってる、なんか。パクソジュンが出たドラマが個人的おすすめ。基本的におすすめなのかな。パクソジュンが出てればおもろいみたいな。待ってる人たくさんいるもんね。いや、本当にね、行きたいんだよ。別にイベントじゃなくてもいいんじゃないのって思っちゃうけど、まあね、ちょっとね、スタッフさんサイドのちょっと、多分計画があるっぽい。かまってちゃん版も派生ユニットも含めて韓国で中フェスしてほしい。すごい。韓国中フェス。俺は韓国ドラマ申し訳ないんだけど、日本のドラマだと、コナミ、わあ、読めない。ごめん。ごめん。ね、待って、日本人の名前が読めない。ごめんなさい。ごめん、ちょっと待って。待って、わかんない。ごめん、読めない。タレントさんの名前がわかんない。本当に無知で申し訳ない。誰だろう？そのドラマなんてドラマだろうね。気になりますが。いやね、というわけでね、お菓子いろいろいただきました。美味しかった。美味しかったよ。またね、お菓子以外も紹介していく。カカオフレンズの、キナミか。コナミじゃない。日本人の名前読めない。日本の、日本人の名前読めない。だってさ、難しくない？全部。生ミメルかな？セクシー田中さんしかわかんない。セクシー、これがセクシー田中じゃなくてセクシー電柱さんとかだったら、ちょっと話は別だけど。セクシー田中さん超おもろし、面白い。みさこさん、肌プル、もちもちでプルプルで清楚系で韓国人好きな方向性だと思って、本当に嬉しい。 これからもプルプル、プルプルで生きていく。プルプルで生きていくよ、これからも。ぬる、ぬくみめる。ぬくみめるさん、すごい名前だね。かわいい。でも読めない。ぬくみめるさんって読むんだ。これでも私多分3日後に忘れる、ぬくみめるさんの名前。その時には多分また教えてって言ってる、多分。あ、めるるか。めるるのあだ名しか知んなかったわ。めるるか。めるるは知ってるわ。めるるさんは知ってるわ。ちょっと、ほんとなんかね、良くないよね、ほんとに。ちょっと頑張る。頑張って生きていく。頑張って生きていきます。頑張って生きていきます。そう、あとね、これもね、紹介したいの。これはなんかね、そのインターネットでもね、同じ画像をね、上げてくれてたから、多分、この手紙、人に読まれても恥ずかしくないって思ってる子だとは思うんだけど、違かったらどうしようって思うから、一瞬だけ読むね。新生かまってちゃんでも韓国に来てくれる日を待っています。愛しています。みたいなね、こんな感じの、韓国のファンですっていう方からね、
お手紙いただきました。ファイルについてる。送ってくれたやつです。ありがとう。これも頑張ってね。きちんと日本語で。みさこはいつも明るくて可愛い顔でエネルギーをプレゼントして書いてくれてる。嬉しいよ。で、あとこれさっき言ったね。これミラーもくれたんで、お菓子と。ミラー開けようかな。カード型のミラー。愛。ちょっと待って。これ絶対シール剥がすやつやな。どこ？え、シールない？わ かんない わ かんない。シールない？いや、あるな、これは。私は今年東京にかまってちゃんのライブにも行きましたが、動画やストリーミングよりみさこさんのドラムの音がとてもよく聞こえてびっくりしました。そうなんですよ。そうなの。みさこのドラムね、生だとすごい迫力があるの、特に。こんなにドラムが上手だなんて本当に神様、とても素敵です。ああ、嬉しい。そう。わかる。いや、そう。なんかね、みさこのドラムね、ちょっと特殊っていうかね、多分生で聞いてもらった方がね、絶対にいいの。ちょっとね、なんつうかヒップホップな音してるんだけど、なんか、なんつうだね、まあ、音源とかはまたそれはそれで別の要素があるし、ドラムセットを使ってるとは限らないんだけど、なんつうかね、ライブでしかね、ミサコのね、ドラムの要素は伝わんない部分は結構あると思う。結構あると思う。みーちゃんの生ドラムはほんとかっこいい。嬉しい。そう、動画もね、大変ね、よく撮ってはいただいているはいるんだけど、またライブではライブの良さがあるからね、なんていうか、肌とか内臓に響く音だからね、ドラム。昨日の音チェックで改めてドラマ味を感じました。嬉しい。いつか生で聞いてみたい。聞いてほしい、本当に。よかった、むけるた。みんなのこと、映し出すよ。あーん。これちゃんと。この感じ。お土産っぽい。好き、ドラム。ミーコとドラムセットってワンタムだよね。あ、そうそうそう、私のね、ドラムセットね、ワンタムです。っていうのもなんか、まあもちろんね、なんかこう、使いこなせる容量がないっていうのもあるんだけど、私もともとね、制限がある方が燃えるタイプというか、ね、なんかね、ツータムじゃないし、暮らしも1枚しかないの。私から向かって左のクラッシュシンバルしかなくって、ライドシンバルを右側のクラッシュとして使ってて、あとはチャイナだけっていうね、シンプルセッティングの美学が私の中であるよね。で、いうのもなんか、ファイナルファンタジー6が大好きだったんだけど、ファイナルファンタジー6やってる時ってさ、音もさ、映像もさ、限られてるのよ。すごい CG が流せるわけじゃでもないし、スーファミだから。音もさ、その打ち込みのさ、限られたおかず、トラック数、限られた音質でできてるのに、洞窟とかほんと怖くて入れないの。この洞窟絶対に強いモンスターいるじゃんって思って、もう入ったら秒で出たくなるぐらい怖くなるの。だから、なんか人の心を動かすっていうことって別にそんなに高度な技術っていうかなんつうんだ。それも大事ではある時はあるし、実際それになんか頼ってレコーディングとかしてるわけなんだけど、それじゃなくてもできることをやってからさらになんか手を伸ばせばいいんじゃないって思って、ドラムに関してもそういう気持ちが、やれるところで、あとまあ同じスネアでもいろんな音とかいろんな曲とかで鳴らし方は変わるでしょうと思ってるし、ハイハットも閉じ方とか叩き方とか叩く位置とかで音って変わるでしょうと思ってるから、結構そういうところはね、意識して今あるセッティングの中でいろんな音を出して、なんか人の心を動かせたらなと思う。なんかフレーズに関してもそう、なるべくその複雑なフレーズ叩かないっていうか、小賢しいドラム叩かないっていうか そう そうしてるの。
そうじゃなくても人の心が動かすのが目的だと思ってるから。今スイッチで FF6 やってる。今崩壊後で帰るまで中身して、神作品だからぜひ楽しんで。ふふふ。えなこさんのドラムセットシンプルですき。嬉しい。そう、シンプルなんですよ、私。そういう気持ち。それでもね、早いフレーズ叩けたらいいなと思うし。ああ、お茶なんかなげてくれてありがとう。ありがとう。水牛夏の、ありがとう。嬉しい。あ、未来の絵、昔のドラムのような楽器もあって。あ、で、そう。ドラムだよね、これ。ドラムっていうか、太鼓。ね。伝統楽器、高校時代にやってたんだけど、木と革製玉みたいな音がするやつです。そうなんだ。両方で革の種類が違くて出せる音の高さが違うんだけど、もしかして美佐子さんを表現してるのでは？素晴らしい。つまりこれは、いにしえの美佐子ということ。私 FF5 やったことある。あれさ、当時は分かんなかったけどさ、FF10 とかもさ、実はすごいんだよね、あれ、伏線が。これ紹介して、あ、そう、あのね、あの帰りにもうつけながら帰ってきたんだけど、このネックレスくれたミッキー、ありがとうね、本当にいつもありがとうね。そしてね、このピアスもありがとうね。ミッキーからもらったアクセサリーとか大事な時にちゃんと使ってるよ。 かわいい。そうで、あとね、見てこのイラスト、ちょっとお手紙は、読み上げないでいくね。読み上げないけど、絵だけ紹介していい？ かわいいから。あー、見てかわいい。娘ちゃんたちもね、応援してくれてんだけど、娘ちゃんたちもめきめき絵が上手くなっててすごいんだから。なんで？ すごくない？娘ちゃんたちね、ミューチーとしおりんのね、ファンなんだけどさ、もう娘ちゃって、そう、娘の成長、お母さんを見てこう育ってるからなのかわかんないけどね、もう本当にみんな、っていうか手先も器用だし、絵のセンスもあるしね、すごいの。すごいの。そして何よりみんなで応援してくれてるのが嬉しい。さ、面白いんだけど、私忘れられないのが、グミさんのお宅で、普通に日本人で、いつも晩も来てくれてるね、人がいるんだけど、その人が悪酒で、グミさんに、グミさんに触ってもいいですかっていう勧告を言うために、その ミッキーの娘ちゃん、ミッキーの娘ちゃんに、その勧告を教えてもらってね、どういうことって思って。で、グミさんがもうそれを気づいたから、ダメですっていう勧告を事前に覚えて。ごめん。咳がね、私ね、アレルギーになりまして、急に言うんですけど、アレルギーになりました。明日検査してくれ、明日じゃない、明後日か。そう、バレてて、チェキ列並んでる時にバレてて。そう、ちょっとね、なんか咳系なんだけど、もうこのご時世嫌だよね、アレルギーだから人にうつんないで安心してください。だからちょいちょい咳出るの。ごめんね。咳出るんだけど、うん、元気なんで。元気なんでね。うん。俺も猫アレルギーです。いや、猫アレルギーつらい。めっちゃ聞いてた、めっちゃ聞いてた。面白かった。娘ちゃんに何教えてもらってんのと思って。確かに昨日も心配して、いや、そうなんだよね。誕生日プレゼントもらっちまった。多分ハウスダストかなって思うんだけど、詳しくは血液検査を、明後日してくるんだけど、なんか、その、これやるとアレルギーかどうかわかるみたいな検査があって、なんかこう、息をね、って吸って、ふーって、吐いて、その吐いてる間の、なんかその、吐いた息の、なんだか、一酸化炭素、一酸化窒素の濃度を調べると分かるんだけど、それがなんかその、一般の人だと25だかっていう数値までが一般で、
25以上だとアレルギーの疑いがあって、50を超えてると、まあ、バチボコアレルギーなんだって。で、私が、だから、115? お前は絶対にアレルギーってレベルじゃないっていうぐらいアレルギーだっていう結果が、まあ、出て。アレルギーであることは確か。でもまだ今は血液検査を受けてないから、その時はね、タイミング的に受けられなくて、だから薬はもらって飲んでんだけど、まだ詳細は分かんない、何アレルギーか。それで多分どうやら咳が出てるっぽくってね。そうなんだよ。まあまあ家族ぐるみで楽しむ教育番組のようなエンタメです。いや、そうだよ。私たちね、本当にクリーンだから。本当に。いや、なんか時々下ネタとかは言うかもしれないけどね、お姉さんなんで。そう、すごいクリーンだから。だから、ほんとずっとね、言ってるんだけど、なんか幼稚園とかさ、老人介護施設とか、そういうところでね、なんかね、あったかいライブとかしに行きたい。その時はそういうセッティングで行くんでね。日本の方が中国から距離あるから空気きれいだし、指定も遠いところまで、でもそうかもね、日本ね、そう、東京はちょっと空気汚いんだけど、本当に、東京はちょっとね、独自の空気してるんだけどね、それ以外は基本、なんか確かに空気きれいだと思います。笑顔が天使みたいです、嬉しい。嬉しい。この間のあのちゃんの番組ブルーレイに録画して、わあ、そう、録画しないとね、もう TVer も見れなくなっちゃったんでね、見逃し配信。あれさ、TVer 一生見れればいいのにね。笑顔が天使、嬉しい。嬉しいです。そう、意外と私のサイズ感ってさ、そばに来ないとわかんないけど、いとこね、意外とこじんまりしてる。こじんまりしたおばあちゃんになるから。フロントメモリーかっこよかったよ、のちゃんとの共演はね、嬉しい。そう、フロメもやらせてもらったよ。大体こんな感じかな、紹介させて、これをさっき見せたのに。はい、という感じでした。嬉しいね。そう、韓国の方も。私さ、そう、韓国の方がさ、一生懸命頑張って日本語さ、覚えてきてくれるから、私もちゃんと自分の言葉で韓国語で伝えたいね。ミスチの配信来れたの初です。チェキかわよかったです。ああ、嬉しい。 そう、ツイキャスの方がもしかしたら L ライブより見やすいかなと思ってツイキャスやってる。どういうこと？言ってること今から言うのだけど、昨日大画面に映ったミサコさんの みさこさんのワンが赤みたいでかわいい。そういうこと。お腕か、お腕か。あ、ね、そう、腕さ、ムチムチなんだよね、ここが。なんか手足ちっちゃいの、なんかね、ちっちゃいの。なんかすごいちっちゃいわけじゃないんだけどね。ここら辺に対して、ね、なんかそう、アリスの足みたいな。アリスの足みたいな感じ。ディズニーのアリスみたいな感じの足してる。フロントメモリーリベンジして自分の感想はやっぱり難しいね。でもこれからも極めていくつもりだから。そう、やっぱりさ、その四つ打ちで電子の音も鳴ってる中さ、そのクラブミュージックっちゃクラブミュージックじゃないか、フロントメモリー。で、なんかそのグルーヴを出すのがやっぱ難しいよね、四つ打ちって。踊れるドラム叩くっていう。手ほんとちっちゃくて可愛い。そう、手ちっちゃい。なんか足もね、22.5ぐらいしかない。びっくりするよ。あ、ね、そう、続き、ちょっと続きなんだけど、続きというか、なんというか、この服もそうなんだけどさ、これおへそ出てるやつなんですけど、これさ、韓国で買ったのね。服結構買ってて、これ下に、タンクトップがおへそ出てるタンクトップなんだけど、そう、これ韓国で買ったんだけどさ、めっちゃ着心地よくて、正直もう一着買えばよかったと思うんだけど、韓国で買ったお洋服の紹介していいっていう。そう、セットの中で、バカみたいに安かったのは覚えてるんだけど、ちょっと詳しいな、なんか金額覚えてない。そう、めっちゃ安くて、ほとんど値段ついてるかも。じゃじゃーん。これね、物が
が水色と白同じやつ買ってて、何も言わず私もね同じのねピンク買ってだからあのモモとお揃いですモモとお揃いのパーカー、値段ついてないな。取ったか。取ってあるかもしれない。あ、値段わかんない。これも値段わかんないけど、なんかね、ほんと安いの。なんかね、すごい安かったのよ。韓国のなんか物価が日本よりちょい安で、基本的に。で、なんか服とかもさ、その、なんつうんだろう、GU とかユニクロみたいな感じのデザインで安いっていうか、こういうなんていうかさ、若い子が着る服がさ安いのよね。そう、なんか島村とかああいう感じじゃなくって、なんかこの若い子が着る服の、でもこの柄は不思議なんだよ。ウサギかなって思って私勝手に思ってたんだけど、そのこのロゴはねわかんないそうっていう可愛いお洋服、これもね、あのやっぱショート丈の方が体型的に似合うなって思う日々なんですけど、意外とショート丈のパーカーってさ難しいのよ、ないのよ。いいのがあったんで買ってみたのと、あ、これ値段ついてる。あ、ほらほら、これニットワンピなんだけど、もう絶対似合うじゃんと思ってあ、本では学生街、あ、そうなんだ。そう、本でっていうところに基本うちらずっといて、そう、これもね買ったんだけど、これね33,000ウォン、多分ねざっくり言うと3,300円ぐらい超ざっくり言うと3000円ぐらいです。ニットワンピ、みーちゃんっぽい、そうみーちゃんっぽいのばっかり買ってるから。で、あとねこれもカーディガン、テロテロしててちょっと着心地良さそうだなって思って、これちょっとだけあるんだけど、ボタンがハートになってて可愛いボタンハートになってて可愛いんだけど、服は、あ、おろしと直接的やり取りしてるお店が多くて日本より安かった。そう、日本よりね安い。そのなんかこういうデザインちゃんとしてて、おい見て、23,000ウォン、で2000、ざっくり言うと2300円ぐらい、ざっくり言うとね食べ物物価は最近は日本と変わらない。でもねちょびっとだけね韓国の方が安いかも、わかんない。東京に比べると安い。そう、安いんだよ、めっちゃ安くて見えなくない、こんなちゃんとしてんのにさ。そうで、あと値段は普通だったんだけど、ミユチとお揃いのアウター買って、なんかさ、メンバーとお揃い、なんかさ、なんかセンス似るっていうかさ、それぞれみんなのさ、なんか違う、絶対に、あの、被らないテリトリーはあるんだけどさ、可愛いなって思うものとかはさ、一緒だったりするよ。あの、シーンとかさ、シーンとかで、ポンと、全く同じネックレスを全然話を合わせることもなく、あ、ごめん、なんかいろいろ落ちた。これフォルムが可愛いのだよ、ちょっとね上から着たい。韓国に来てくれてありがとうございました。あとでは日本に会いに来ます。嬉しい、私たちも行けるように頑張るよ。デザインもめっちゃ可愛い。そう、デザインめっちゃ可愛い。これはね、値段はまあアウターだなっていう値段だったんだけど、で125,000ウォンだからね、だいたい1万円、13,000円とかね、こんぐらい。淡いピンク、それミユチはね色違い、これの色違い買って、めっちゃ可愛いの。おへそ出とりますけど、よいしょよく持ってこれましたね、私は諦めました。そう、あのね、アウター買ったせいでね、全然キャリー1個じゃ収まんなくてそう、これで私はこの冬やっていきます。多分ね、物持ちがいいからね、あの数年はやってきますその量の洋服をスーツケースに押し込んでいる姿が目に浮かぶそう、ビューチーとか
か、もう最初がでかいキャリーバッグ持ってたんだけど、私はね、ちっちゃいのでどうにかなるやろうと思ってた。韓国の歌は日本の冬を言うで、そう、韓国ってちょっと寒いのよ。ちょっと寒い。でもね、ちょっと寒いって聞いてて、すごい対策していったんだけど、その割にはね、あったかかった。とっても匂い。かわいいでしょ。なんかね、そう、フォルムが絶妙。フォルムが絶妙。で、しかもなんかここがさ、チャックになってて、閉じると、フードになるっていう っていうやつ。これね、着心地も気持ちいいしね、触り心地も気持ちいい。なんかね、しっとりとしていい。はい、かわいい。そう、メンバーとお揃い。結果お揃いね。踊れない。閉じると何も見えないので、フードだからね、ちゃんと閉じたらね、頭にかぶります。実は私、美佐子さんが大好きで、写真集まで所蔵しています。怪しいながらも可愛いショッキング美佐子さんをもっと知りたいです。そう、あれね、本当にね、全然かまってちゃんの美佐子としてじゃなくてね、写真集出てる、写真集。かわいい、全部チョイス良い、さすが。嬉しいです。おお、ドアノブ。多分ドアノブだよね。ドアノブだと思います。今もう買えないよね、多分ドアノブ。ふふふ。そう、好きなね、漫画家さん、漫画家系イラストレーターさんが面白そうな企画やってるっていうので、一般の方から募集して、モデルを。こういうコンセプトの写真集を撮りますっていう時に、本当にただただ応募して ただただ応募して参加させてもらったっていう、ドアノブ少女。はい、というような感じでした。イエーイ。はーい。ね、次はかまってちゃんでも行きたいし、万文でもね、ちゃんとね、なんか定期的に帰れたら嬉しいねー。帰れたらって言ったらあれだけど、定期的に韓国に遊びに行けたら嬉しいね。そうですね。なんかさ、どっちもさ、すごくいい音楽グループだと思ってるから、ちゃんと届けに行きたいです、ライブを。韓国行ってみたいね。そう、さ、それから、みんなで行こう。もし韓国決まったら、泊まってちゃん。みんなで行こう。みんなで一緒に行こう。絶対に次はついていく決心。時差もないし、お宅も行きやすい。そう、時差ないのよ、それ。あと、交通費も安い、本当に。本当にね、全然安い。だって、パスポートだけ持っといて、パスポートだけ持っといてもろたら多分大丈夫。やったー みんなで行こう、韓国。ね、一緒に来韓しましょう。ぜひ。はい、超楽しかった。そう、国内旅行より安かったり全然する。本当にそう。なんか私の髪の毛をいつも切ってくれてるまさみさんと、まつエクやってくれてるまなみさんとかは、本当にしょっちゅう韓国行ってて。なんか、もし旅行で私も行くんだとしたらとか、またね、もし次、かまってちゃんが決まったりとかしたら、次はちゃんと体調を整えて、韓国行く前に全部の作業系の仕事を終わらせなきゃって思って、めっちゃ結構詰め込んでたの、仕事。だから、そのせいで そのせいでね、ちょっとね、韓国の時に体調が万全でこう入れなかった。でも多分ライブの時とかは全く支障なかったんだけど、それ以外の時はちょっとお休みしたいなっていうモードになってたんだけど、でもね、逆に時間はあったから、その帰ってから仕事があるわけじゃなかったから、ホテルに、なんか筋トレとかはめっちゃした 筋トレめっちゃしてお腹すごいへこんだ そう、交通費マジで安い、本当に安い。あ、ね、そう、着いてからの交通費も安い。なんか
韓国専用のパスモみたいなのがあって、それさえあればどうにでもなるっていう。そう、そうだったのよ。だからね、ちょっとなかなかね まつげしに行かないと忘れてた、まなみさんの話で思い出した ぜひ行ってみてください。私もね、ちょっとファイナルに向けてはもう一回メンテナンスすると思うか。美佐子さんだ、美佐子さんだよ すごいいいね。そうだから次はちょっとその松江区のまなみさんとかにおすすめスポットとか教えてもらって、もうちょいいろいろ見てみたいな。で、本でが楽しかったで、言うて本でだけで結構なんかさ、そのグミさんと結構一緒に行動すること多かったんだけど、なんかグミさんとか私ってなんかそのあれなのよ、なんか地元のじゃないコンビニとかも好きなの。ザ観光っていうとこ行かなくても楽しいよ、わりかし なんかね、そう、韓国のコンビニ楽しかったんだよな。韓国のコンビニに食べたいものいっぱいあった。なんか一回そのなんかツナご飯みたいなのとかもレンチンで作れるとかは食べたんだりしたんだけど、そう、地元の、そう、スーパーもね大好き、そう、セイコーマートとかもね大好きなんだけどね、そういうとこが好きだし、なんだったらホテルでゴロゴロしたりとか、ただ街並み見てるだけでも結構楽しいから、なかなかね、じゃあそっから出ていこうっていう気持ちにならないというか、楽しいんだもんだって、そこで そこで楽しいから そう、だから屋台の食べ歩きとかもね、そうそう、次回はしたいね。その夜市とか行きたいですね。うん、ミョンドンとか行きたいです。そう、行きたい 住宅街のご飯屋さんと市場がマジでパスポ、都心より安いし美味しい。そうなんだ。そう、でもさ、ご飯屋さんマジで全部安くてびっくりするぐらい安かった。美味しかったし、ね、私さ、皆様のお墨付きだっけ？の、カムジャタンのラーメンがすごい好きなんだけど、ラーメンのカップ。でも、カムジャタンは食べたことなかったの。カムジャタンのラーメンしか食べたことなくて、やっと本場のカムジャタン食べれた。めっちゃ美味しかった、本当に。声優の皆様のお墨付き。あれ、声優以外にも売ってない？あれ、皆様のお墨付きってなんかいろんなとこに売ってるかと思って。ハワイのセブンとか、そう、はそう、なんかそう、海外とか地方のコンビニすごい、そう。カムジャミョン。そうね、食べたよ。美味しかったよ。狂うほど食べた。人間の中にこんなに入るんだっていうぐらい食べた。で、締めで麺食べたけども、締めの麺を入れる頃にはね、で、締めももう一回頼んだんだけど、二回頼んだんだけど、一回目頼んだ時にだいぶ汁がなくなって、二回目の時は汁足してくれた。あ、そうそうそう、じゃがいものでんぷんで作ったラーメン。でも日本のコンビニはやっぱすごい。あ、そうなんだ。そうなんだね。日本のコンビニもすごい。いや、だから多分そうなんだろうね。でもさ、ラインナップがさ、そんなにすごい変わるわけじゃないじゃん。でもさ、その、地方によるとやっぱそう変わるよね。で、あと、北海道の、北海道で私はいつだってあれしてる。焼きそば弁当チャレンジ。焼きそば弁当の普通じゃない焼きそば弁当の味。ソースじゃないやつを探す旅をよくしてます。北海道では。焼きそば弁当、私、未だに、あんま、そう、なんか、なんつう、通常じゃない味に出会ったことなくて。そうそうそう、スープ付きのやつ、麺を茹でるお湯で作るスープがついてくるやつ。何味なのね、普通のは、ソースなんだけど、それに、なんか、別の種類だと、例えばだけど、あんかけとか、明太子とかもあるの。なんだけど、ほぼ出会ってなくて、あんかけは一回だけ出会った。あんかけは、そうそう、通常じゃない、スタンダードなソースじゃないやつを見つけるために、なんか、北
海道ではコンビニに行くっていう。で、空港まで戻っちゃうともう普通のしか売ってないの。絶対に。だからね、そういうのを探したりとかしてる。ジュニーストールありがとう、ちゃまくー。うさたありがとうございます。ぴょん。めっちゃ気になる。そう、もしね、見つけたら教えてください。ここにありましたって。逆に関東にあるセイコーマートに置いてある可能性あり。え、セイコーマートってさ、どこにあるの？ セイコーマートってどこにあるの？大好きだけどさ、セイコーマートと、あと、あれ、なんだっけ、東京にないやつ、東京にあんまない、ファミレス、なんだっけ、ジョナサン。違う。ジョイフル。関東にね、そう、関東のどこにあるんだろう。ジョイフルとセイコーマートがそもそも関東圏だとどこが近いのか教えてほしい。あるのかな？埼玉はあるんだ。埼玉は割とある。そう、ジョイフルとセイコーマートやっぱ両方埼玉にはあるんだ。そうなんだね。埼玉か。すべては埼玉にあるのか。飛ぶか、埼玉に。飛んで埼玉するか。じゃあちょっと、埼玉情報、ありがとうございます。ねえ、そう、彩の国埼玉。来週初日だ、埼玉。そう、かまってちゃんでね、行きますんで、埼玉すぐ。すぐ行くから。飛んで埼玉2見なきゃ。そう、2私も見なきゃ。1はね、ちゃんと、サブスクでだけど見たから。千葉県もちゃんと出てきたから。コバトンもいる、コバトンもいるね。コバトン。決してカリスマ性はないけど、なんかいいっていうゆるキャラ、コバトン。はい。というわけで、かばってちゃんのツアーも始まりますけれども、よろしくお願いします。いつか海外にも行けるように、頑張る。頑張る。私だけじゃなくて、スタッフさんがすごく頑張ってくれると思う。でね、意思はあって、善処してる。本当に。本気で。というわけで、そろそろ配信の方は終わりにしようかな。ありがとう、見てくれて。そして、いろいろありがとね、本当に。お手紙とかお菓子とかね、本当に。めっちゃ美味しかった。まだ開けてないやつは一袋だけあるけど、逆に一袋以外は全部開けたっていう、この 強欲のツボなんでね、私こちらこそありがとう。ああ、ありがとう。楽しかった。よかった。追記する嬉しい。ありがとうございます。こちらこそありがとうだよ。本当に楽しかったよ。開放者ありがとう。見せてくれてありがとう。イェーイ。そう。みんなで一緒に韓国行こうね。もし、かまってちゃん決まった時は全員で。配信来れてよかったです。こちらこそ来てもらえてよかったです。りなこさん大好きでした。イースキー。俺も。ゆっくりじっくり食べます。ゆっくりじっくり食べる。マシッソよ。マシッソよします。韓国バスツアー待ってます。韓国バスツアーできたら最高。そんなんできるんかな。韓国にはバスツアーってあるのかな。ビッグファンイベントみたいなバスツアー。配信見れてよかった。かわいい。クローゼットからパスポート発掘してくれ。ねえ、けどさ、普通バスツアーってさ、泊まる先までついてくるやつが多いじゃん。次それやりたいよね。次それやりたい。ていうか、札幌から函館までの移動っていう感じで、函館で思い出作りみたいな感じだったけど、イベントもありつつの。ね、ガチバスツアーもちょっとやりたくない？ソウルツアーめっちゃやばいじゃん。そんなんできるから、ちょ、前例の人があったらちょっとなんか知りたいわ。学びたい。実現するに何が必要かっていう。韓国ならバス代めっちゃ安い。確かに。でもね、前回もめっちゃ大変だったの、かまってちゃん、万能の時。なんかやっぱバスツアーってなると旅行会社さんに承諾だったりとか協力を得ないと無理なんだって。だからね、結構難しくて。
すごいギリギリになっちゃったんだよね、その発表するのが、詳細を。そう、やりたいってなって、あんなに大変だと思わなかったみたいな感じ。そう、バスツアーね、意外と日本では大変でしたので、ね、そう、行けるならいいけどね、バスツアー憧れ。ね、そしたら最高 そしたら最高 いろんなとこ、韓国のある程度いろんなところを回って、みんなで一番いい、なんかこう、ゆっくり、夜も同じとこ泊まって、韓国だって融通きそう。ねえ、聞くかな？そう、逆に聞くかな？そう、なんかね、その韓国の面白ホテルの話だけ最後にして終わっていい？ 私のベッドの隣に1枚ちょっとした仕切りだけあって、バスタブがあったの。で、韓国ではそうなのかなって一回思ったけど、そんなことはなかった。うちらが泊まったホテルというか、減っただけ、部屋だけだった。シオも一緒だった。でもシオのはバスタブが使えたのに、私のは完全にオブジェだったの。何も使えない。バケツで持ってくるしか仕方がないぐらい、蛇口的なものがなくて、栓はあるんだけどね、水を出すとこはあるんだけど、そう、お風呂は、お風呂っていうかシャワーは別にあって、でもシャワーは完全に仕切られてるの、そのバスタブと。だから、なんかその、シャワーのお湯とかが、こう、そっちに流せるわけでもなく、マジでなんでって、そう、バケツで運ばないとお湯ためらない オブジェバス、オブジェバスタブだった 塩のはちゃんと使えた。で、なんか、ミューチーのはまたネオなんだけど、ベッドで、小上がりの風呂、窓だった 私たちは窓側にバスタブなかったんだけど、ミッチーの部屋の構造なんて説明して、なんか、ここにシャワー、トイレがあります、仕切られてます、で、ここにベッドがあります、で、仕切られてません、バスタブがあります、窓。シャワーからも遠いし、絶景が広がるっていう謎の湯船。癖しかない 癖強すぎホテル、そう 一見綺麗なのよ、なんかデザイナーズな感じで、なんかそのコンクリっていう感じのなんか壁とかなんだけど、よく見ると構造おかしくないかみたいな しかもミッチーの方のバスタブは小上がりが、ちょっと上に上がってるバスタブが 不思議よ、先月仕事で韓国の他のホテル行ったんだけど、そこもバスタブとベッド近くて最近入りかと思った いや、そう、ちょっと不思議なんだよな。なんかね、アートチックでもないんだよな。アートな感じではないんだよな。おしゃれではある。おしゃれ 今時感 そう、本当面白かった。なんかね、あと私のシャワーの排水口がちょっと詰まり気味で、それをなんかなるべく分かりやすく伝えるために、今は乾いてるけどシャワーを浴びるとこんな状態になりますっていうのを伝えるために、なるべく翻訳で分かりやすくしようと思って、シャワーを浴びると海になりますって書いて、翻訳して見せたら、ホテルの人がすぐに理解してくれてよかった。2日間シャワー浴びた後1回海になってたんだけど そう、トイレと同じ部屋だからさ、結構トイレまで浸水するんだけどさ、そう、なんかもうすぐ超えちゃうと、なんかもう部屋にも浸水するなっていう感じだったから、そう、おじさんの声じゃない方でね、伝えました。それはパパ語かなんかで伝えました。そうで、なんかゆっくりシャワー浴びたいかもって思って、その2日間はそれでちょっとどうにか頑張ってみたんだけど、単純に排水口が詰まってんのかなと思って、掃除してもらおうかなと思ってそれを伝えたらね、3日目はすごい水が流れていった。早めに言えばよかった 早めに言えばよかった 本当に
してやる間に故郷のホテルがだいぶ癖強くなって。 慣れかもね。旅行する人が多いから、いろんなところがなんかそのなんか、もともとこういう建物じゃなかったけど、ホテルにしようみたいな感じで変わってるとかもあるかもしれないよね。韓国が人気で。そう。海伝わりました。はい。はい。というわけで、集まってくれた皆さんありがとうございます。ちょっとね、心身ともに健康に日々を過ごしましょう。また会えるようにね、韓国も行けるようにね、韓国の皆さんにも会えるように頑張りましょう。ね、かまってちゃんツアーが始まるし、始まったと思ったらバンモモンがね、沖縄とツアーファイナルございますので、ぜひぜひそちらもよろしくお願いします。あ、韓国は基本ユニットバス文化だからおしゃれにしようとしてそうなっちゃったのかな。 どうだろうね、どうだろうね。 あ、ボロフェス行くよ。そう、もうすぐボロフェス、京都ボロフェス。今ね、私直談判してるんだけど、進撃の巨人のね、もうほんと最終章中の最終章が、ボロフェス前乗りの日になってて、これは当日入りできないかなって直談判してます、スタッフさんに。なんか、このさ、でっかいアルミンと一緒に見届けたいんだよ。進撃の巨人アニメ最終章をさ。すげえでっけんだから。ね、このアルミンと一緒に見届けたいんですよ。ビッグアルミンと L サイズアルミン。僕買った時一瞬記憶なかったね。 届いて、なんだっけこれ。 なんだっけ、グスマからなんかでかいの届いてる。なんだっけ、あ、アルミンだ、買った気がする。 アルミンが届いてた。 買った気がする、そういえば。そう、私の上半身ぐらいあるから。 写真では伝わらなかった。そう、めっちゃでかい、めっちゃでかい、本当の L サイズです。 今週はちょっとこのビッグアルミンと一緒にね、見届けたいんでね、ちょっと直談判できなかったら私の代わりにみんな見てくれ、ボロフェス行かない人たちは。頼んだ。ボロフェス行く人たちも別に遠征組じゃなければ見れるのか。京都から来る人たちはね、見てからボロフェスに来てください、次の日。ぜひね、かまてちゃんも番もモデルんで。あ、なんかスタンプかわいいやつ。おしし。はい。というわけでね、いらっしゃった皆さん、終わる終わる詐欺してすいませんけど、そろそろ本当に終わります。おしし、かわいい。そうそうそう、いいやね。そう、受注から長いから一回忘れる。本当に同じグッズ買う。同じ漫画とかめっちゃ買う。やってるよ、本当に。忘れてる頃に届くから実質無理は。そう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 。バンモンもおへそも出る。はい。バンモンもかまってちゃんもおへそも出るんでね。ではでは、みんな、日々を健やかに過ごせよ。まあでも、無理に健やかに過ごさなくてもいい。病んでるお前も、かわいいぞ。病んだら病んだで、自分を甘やかせ。そうやって生きていこう。ゆうのすけとの通称最高でした。 ゆうくんとのね、かわいい写真もあんだよ。かわいい写真もあんだよ。Google フォトにあるかな。ないか。あったあった。頑張れ。俺の。わあ、元気出ない。iPad 元気出ない。頑張れ、お前。画質がうんちなんですけど、画質がうんちで何も伝わらないかもしれないけど、これはピクニックしてる風の普通に可愛いやつとかもあるんですけど、あとこののこさんとの変顔詐欺、変顔詐欺っていうのは片方が一緒に変顔しようっつって片方がしてないっていうやつ、お互いにやり合ってたね。はい、楽しみにしてください。みずこさんはとにかく休んでください。私休みます。今夜は休みます、すごく。そう。まあ、これもね、何に使われるかはお楽しみにという感じなんだけど。かわいい。じゃあみんな、いい夢見てね。おやすみなさい。サンキュー、ラブ。ボロヘザのチキガリ、そのポーズしようと思ったら、ぜひして。ぜひしてください。どっちだろう、変顔詐欺か、くしゃみ出る瞬間か。あれはね、単純に変顔しようっつったらね、2人ともくしゃみ出る顔だった。ありがとう。
ありがとう。おやすみさこ。カムサハムニダ。プロフェス楽しみにしてます。楽しみにしててね。おやすみ。